amigo Gómez. Qué bonito, ah. すごく決めないといけないです。
すごく下がる車だが、いいですね。もうあんまり使いが溜まってない。どこかを変えればいいでしょう。なんか幸子に交代。コーナーキック。やばい、この今度は。夏木がうまいキャッチ。キャッチ力が夏木の魅力ですね。やっぱり右が2人、ちょっとしんどいな。なんか怖いです。右手もやばい。こっちの側がみんなやばいね。使い切りますが、早めに対処した方がいいでしょう。このままパブロ、した方がいい。うん、どうするんだ。シュートした。本当に食い下がる。だがちょっとこれ危ないな。キャッチ。もうほとんど時間ないです。復活かな。いきなり2点で決めてしまってるぞ。試合終了。今は2対0で、クラーカリワーズ勝利です。前半21分でした。一つの干渉といったところでしょうね。しません。わかります。ボールを支配率は下回ったものの、シュートを2本入れることができて勝利いたしました。さあ、ただ3位のままですね。岩瀬大阪とは6点差。勝2敗1引き分け。
は上海クラブ戦ですね。そうだ、強い。上海クラブ強いですからね。簡単に勝てるわけじゃないですね。総力戦で。ワンチャンスを生かしましょうということで、ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス出してます。よろしければ見てください。まず概要欄にはですね、カルチャービッターのプレイリストもございます。よろしければこちらもアクセスしていただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画です。